はい、OK。はい、YouTube テレビ東京競馬チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。クズとおなじみキャプテン渡辺だよ。トースポの馬券野郎トライしたよ。テレビ東京アナウンサー森かすみです。はい、今回もこの3人で競馬予想を生配信していきまーす。お久しぶりでございますかね。そうですね、ホープフルステックス以来ということで。はい、そうです。はいはいはい、この番組はウィニング競馬の放送では語りきれなかった予想の理由やうちこ、キャプテンさんのトライさんにたっぷりと語っていただく番組です。はい、そう、タクシーの運転手さんにね、あの番組毎週やってくれよってね、何人か言われたんですよ。言われました。面白いんですかって、面白いじゃんみたいな。面白いんですかって。中野競馬場でもそう。はい、いやいや、見てますよね。どう見てるんですか。はい、よく声かけられるんですよ。何が目的か分かんないですけど、キャプテンの予想か、森ちゃんの歌か。何か分からないけども。ないと思いますけどね。はい。はいはい、さあ、キャプテンさん、はい、プライベートも含めた最近の馬券の調子はいかがですか。いやー、ダメですね。これもう今年ほら、日経新春杯のね、キングオブドラゴンの天才じゃないですか、それって。2点で取ってるんですよ、はい、50万、はい、それだけですね。今日もやっぱりね、月のなさ、ディビーナちゃん、うん、ね、斉藤もおめでしたけど、あのディビーナちゃんがあそこで詰まっちゃうんですから。足あったもんね。ありましたよ。両サイドスペースあったんで、あそこだけが なぜ、ね、あそこだけなくなっちゃうっていうね。ちょっとうちに寄られたんだと思うんですけど、そういう月のなさがあります、はいはい、すごい眠そうですよね。眠くない。残念そうな顔。ああ、そうですか。でも最終レースうまくワイド取り、まあ最終レースはね、はい、悩んで、はい、デジュースーさんって感じよね。もういろんな罠があったから。あったでしょ。あの東京の最初の罠はすごかったんで、あれフルゲート割れだけでものすごい難しいレースだったから。かすりましたよ、僕だから。僕はダイヤモンドステークスをモレイラバシロで買ったんですけど、まあ来なかったじゃないですか、はい、ここだなっていう、ね、はい、まあ、ワイドでしたけど、うん、いやでも諦めず一応明日につないだ。ギリギリね、ほんとのギリギリ。よかったです、はい、あれがなければここまでいないかもしれない。帰ったら禁止の顔でキャプテンさんが馬券、はい、払い戻しに行くところに遭遇しました。そうなんですよ、なんとかね、一応2万ほどになったんで、まあ、なんとか買えますからね、2万円あれば。よかったです、はい、明日に詰まりました、はい。さあ、ということですね、キャプテンさんには今回もこの企画に挑戦していただきます。はい、ウィニング競馬ファミリーキャプテン渡辺が G1 勝ち予想を自腹で目指せ100万円。さあ、ルールは簡単です。キャプテンさんには G1 レースに自腹1万円勝負をしていただいて100万円超えの的中を目指していただきます。点数は何点買っていただいても構いません、うん。さあ、今年最初の G1 ということで、ファンの皆さんもね、100万円達成期待されていると思いますが、キャプテンさん、うん、いかがですか。いや、これはちょっとね、トラちゃん、ね、正直お気の毒にこれは厳しいなと思いました。さっきもずっと考えてましたけど、まあ、ウィニング競馬で買ったものでもう僕の中では完結してるんですよ、もう、はい、他に買いたい馬は一頭もいないっていう状況でちょっと迎えているので。なるほど。だから、まあ、ドライスタウとかレモンポップどっちかを外したりするのか、カンチャンとかを狙うのか、はたまた3着、もう1点買いの3着、どっちか頭に、ね、もう1点買いとかにしないといかないんで、はい、非常に厳しいことは間違いないですね。はいはい、さあ、ただですね、今日は明日行われるフェブリーステークスの予想をキャプテンさん、そしてトライさんとたっぷり予想していきたいと思います、はい。キャプテンさん、トライさんへの質問も随時受け付けております、はい。チャット欄に記載していただければ可能な限りでお答えしていきますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。さあ、では早速フェブラリーステークスについてお話ししていきたいと思いますが、はい、お二人このレースどんな印象でしょうか。もうね、毎年聞いてますけど。まあでも一応、まあ、あと最強決定戦ではあると思うんですけどね、はい、一応ね、紛れの少ないコースレイアウトですし、そうですね、そんなね、うん、取れてない印象もないし、なんていうか、そのほら、やっぱチャンピオンズカップは面白いんですけど、やっぱりちょっと紛れが、そうですね、で不得意不得意が出てきちゃう、うん、はいはい、東京はね、そういうのはあんまないんで、紛れじゃなかなか勝てないですよね。そうなんですよね、うん、紛れでうっかり勝ったのいないじゃないですか、本当に。いないかもしれないですね。紛れたーなんていう、紛れて3着でしょ。でなんだこれはってコパのリッキー、そうですね、最低人格でもよく強いんですよ、そうそう、コパのリッキーって強いから、みんなが節穴だっただけで、そう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 、紛れたとかじゃないんですよ、だって勝った方が全部大したもんですよ、あ、本当だ、ね、そう、そういうレースですね、ダート最強決定戦ですね、はい、そう考えるとね、いや、今年だけは違うと思ってますけど、あら、今
今年は歴史的な一戦だと。そうですか、はい、あじゃあその後でちょっとそうですね。じゃあまずあの歴代の優勝馬まとめてみました、はい、こちらです。はい、さあ過去10年、まあ、ここ2年はカフェファラオが、連勝してますけれども、どんな特徴ありそうでしょうか。まあ、今言った通りの、やっぱり、ね、まあ、強い馬が来ますよね。まあ、そうですね、強力というか力を衰えてなければリピーターっていうかね、リピートして連続で勝ったりとか、はい、勝たないまでも構想があったりとかありますね。では思い入れのレース、思い入れのあるレース、思い入れのあるレース、はい、勝ち馬引いていきたいと思います。トラさんからいきます。トラちゃん、今年はレモンポップが出てきたってことで、この馬を思い出しますよね、モズアスコット。まあ、このレース勝ったんですけど、はい、2年前にね、安田記念勝ってるんですよ。その時の伝統で安田記念行ったんですよね。あれだけの能力ある馬を伝統でなんて、ちょっとね、僕もあの時否定的な気持ちでね、はい、あのちょっとゲスなかったんですけど、でもしっかりね、勝ちましたからね、やっぱり。花の命は短くてじゃないですけど、サラブレッドも旬っていうのね、うん、一瞬だったりしますから、はい、まあ、その時に見逃さず、うん、あえて出走に踏み切った矢作調教すごいと思いますし、まあ、そこからやっぱりね反動があったんですけど、でも見事にもう一回GI勝ったんで、なるほど、まあ、あの時のチャレンジは間違いじゃなかったっていうことすごくね思い出しましたね。レモンポップも最初ねこのレース買わないような感じだったんですよ、はい、それでやはりね馬の状態も良かったかもしれないですけど、メンバーレベル見てあえて踏み切ったっていうのは、うん、英断だと思いますし、うん、逆に応援したいですね。なるほど、荒れてほしいですけど、はい、でも応援もしたいですね、レモンポップは。キャプテンさんいかがですか。まあ、私はまあもう名称ボラーですかね、いろいろありますけど、やっぱこの馬もね、芝の馬だったんですよね、もともとね、皐月賞とかでも3着かなんかに来てるぐらい、朝日杯2着かな、まあ、それがダートに入って、ね、3連勝でこう勝ち抜くんですけど、この馬はやっぱり強かったですね。相当才能ね、ありましたよね、はい、アグネスデジタルもね、はい、両党っていうあれでしたけど、この馬もそうですよね、そうなんですよ、才能豊かですよね、はい、やっぱ名勝ボーラーみたいな馬がね、また出てきてほしいですよね、二刀流のね、最後の二刀流じゃないですか。まあ、そうです、下手したらね。ですよね。あ、モズアスコットもそうか。あ、そう、モズも。モズアスコットもそうか。そうですね。やっぱりそういうのはちょっと印象残りますよね。はい。全然馬券取った覚えないですけど。名勝ボーラーで儲かった覚えはほぼないですけど。でもやっぱり覚えてますよね。はい、儲かってるかもしれないけど、もうそれも忘れてる。まあまあそうですね。一回ぐらい勝つから、一回ぐらい勝つから。はい。まあ、勝ったことはあるんですね。ボーラー好きだったんで。あ、はい。では、3連単のトップ3見ていきましょう。後輩トップ3がこちらです。はい、さあ、1位が2014年の949,120円、はい、16番人気のコパノリッキーが1着に入りました。そして2位が2020年の464,920円、16番人気のケイティブレイブが2着、そして2番人気のインティが14着だったということですね。そして3位が2013年の111,130円、9番人気のエスポワールシティが2着、そして7番人気のワンダーキュートが3着になりました。いや、まあ、今年で言ったらね、コパノリッキーはいないと思うんですよ、はい、だから本当に3歳かなんかでしょ、4歳でしたっけ、4歳でしたっけ、コパノリッキーはいないんですけど、ケイティブレイブはいるのかもなっていう ね、うん、そこが気になりますよね、ケイティブレイブみたいなのが、みたいな、インティはこれ謎の大敗ですけど、これどう、何だったんですかね、これね、インティでずっとその辺調子悪かったですよね、一時期チャンピオンズカップまで良かったのかな、うん、伊藤さんでしたっけ、そうです、伊藤さん、だからまあ私の毎日缶詰食べてる知人がね、気になりますけどね、そっちが悪いやと思うですからね、キャプチャーなんか、ね、まあ私似てるもんだと思いますよ、こんなのもんなんですけど、ケイティブレイブをソリストサンダーに見立てて話してたんですよ、うん、ただ僕は1枚違うだろうっていう、ケイティブレイブはやっぱり東京大賞典3着とか JBC クラシック勝ったりしてるんですよ、うん、ソリストサンダーを一緒にするのはちょっと違うかなっていうふうに思ったんですけどね。でも、もっと言えばその時のケブラリーステークスのレベルと今年のレベルっていうのは明らかに今年の方が多分低いと思うんですよね、今年なんでね。そうですね、そこを、まあ、そこ考えるとってことか、そこ考えると相殺しちゃうかなっていう気がしますけど、6歳と8歳ですよ、でも
8歳、8歳なんですよまあだからケイティブレイブ探してる人もいるでしょうなっていうようなですね、そんな感じですかね。はい、はい、はい、ありがとうございます。オーベルニューはまあいいやマイル走るかな、オーベルニュー思い切り抜群だったんですけどね。さあ、その辺は後ほど。明日がラストタイム。そうです、ラストです。ラストそうです、そうです。日本のラストなんで、次、はい、ラスト1で。はい、さあ、では、今年のワクチンこちらです。はい、前走、ネギシステークスを制し、勢いに乗るレモンポップは4枠7番。全日本2歳優勝を制している全 G1 馬ドライスタートは2枠4番。そして JBC スプリント勝ちの G1 馬でドバイでも2年連続2着の実績を持つレッドルゼルは8枠15番に入りました。さあ、倉橋さん、枠順出走馬ご覧になっていかがでしょうか。なんか外欲しい馬が内へ入って、内欲しい馬が外を入ってたみたいな、ちょっとそうですね、うん、難しいレースに実はなってるんじゃないかなと思いますね。まあ、ドライスタートとかレモンポップは多分外目の方が惜しかったですよね。名称カリーもそうかな、謙信君もそうだね、そう、謙信君ももちろんそうです、ね、レッドルゼルなんてうちが惜しかったって言ってます、ね、ヘビオスも経済対抗、タワコスも湘南なでしこもうち欲しいでしょう。そうですね、うん、これちょっとね、これ逆なんです、ね、俺は嫌な、だ一波乱なんかありそうな気もするんですよね。なるほど、普通に考えたらね、ドライとレモンなんですけど、そうなんです、ね、なんかちょっと僕はなんか起こりそうな気がするんですよ、さあ、では、現在の人気ですが、一番人気は7番レモンポップで 2.4 倍、一番人気は4番ドライスタートで 3.3 倍、ここまでが10秒切る音なんですね、はい、この2つが、人気を集めていって、3番人気が6番名称ハリオで 11.2 倍、4番人気が15番レッドルゼルで 12.8 倍、5番人気が13番スピーディキックで 14.0 倍、うん、6番人気2番のシャールズ・スパイクで 18.3 倍、はい、そしてテイエム・サウスダン・オーベルニュ・湘南・ナデシコと続いていきます、はい、さあ、ということですが、今年のフェブラリーステークスはですね、史上初めて外国馬が参戦して、さらに地方からも、有力馬が参戦してきて、例年とちょっと違います、はい、そこでですね、ここではその2頭を深掘りしていきたいと思います。なるほど、で、はい、あ、いけるんですか。はい、まあ、ここ皆さん気になるところですからね、はい、といってもですね、いろいろなメディアで、はい、すでに紹介されていると思いますので、はい、ここでは過去日本のダート G1 を制した外国馬、地方馬を比較することで戦力分析を行っていきます、うん、なるほど、はい、はい、はい、まずは、構想することが多いと言われているウイニング競馬の取材で取り上げた地方馬スピーディーキックからいきましょう。スピーディーキック、はい、はい、こちらです。はい、比較するのは地方所属で唯一 JRA の G1 を制した名声オペラです。名声オペラか、はい、そらさん、名声オペラ何か思い出ありますか。クリビューの馬体で綺麗で、その泥臭さとか全然なくてね、品があって、うん、素敵な馬でしたね、うん。名声オペラっていつでしたっけ。いつですかね、20年前ぐらいですか。20年以上前ですよね、そうそうそう、名声オペラはね、うん、すでにね、強かったですからね、うん、いや2番人気で勝ったんですかね、確か、うん、でも取った気を、うん、勝ってたと思うんですけどね。あ、本当ですか。いや、このまま強かったっすよね、本当に、うん、はい、しかもかなり厳しい競馬したんじゃなかったっけな、早めの勝ったんですか。そうですね、まあ、4着に負けた時でもやっぱ素晴らしいですよね。その翌年ね、はい、人気ながらそれ勝ってました。あ、勝ってましたか。はい、で後追いをしたんですね。いや、勝った時も勝ってました。あ、そう、勝った時もこれ2番人気だ。で、まあ、あの4着の時にヒーフ、ヒーフ来ました、ね、うん、プロデューサー情報、プロデューサー情報、はい、そうしました。ではですね、その名声オペラがフェブラリーステークスを制するレース直前のデータとスピーディーキックを比較してみました。スピーディーキックは浦和所属の5歳牝馬なのに対し、岩手の星と言われた4歳ですけどね、スピーディーキック、ね、スピーディーキック4歳か、4歳です、はい、4歳の牝馬なのに対し、はい、岩手の星と言われた男馬の名声オペラ当時5歳でした。主戦は菅原勲騎手と三河本則文騎手ということで、こちらは共に名手ですよね、トラシさん。まあ、名手といえば名手ですね。どういう言い方なんですか。名手ですよ。いや、本来三河本騎手は超名手かもしれない。超をつけたいと。つけたいぐらい、ね。三河様は買ってるのよ、トラちゃんは。まあ、三河様は私も大好きですからね。はい、足から好きでしょうね。はい、うん、超名手。超名手。なるほど。そして注目はここからです。
アブクマポーロはですね、アブクマポーロ、アブクマポーロ、マカクスタ名馬のアブクマポーロ、アブクマポーロは当時すでに G1 の南部杯を制していました。前走の東京大賞典も2着、過去に負かした馬もアブクマポーロ、コンサートボーイとメンバーの中の名馬が並んでいます。あ、違う違う、名声オペラが当時、名声オペラが南部杯を制していた、東京大賞典を2着、そうそうそう、で過去に負かした馬がアブクマポーロとコンサートボーイ、負かした馬の中にアブクマポーロってすごい強い馬がいたんです。そう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 、それを負かしてるっていうことですね。はい、そして一方のスピーディーキックは G3 のエーデルワイス賞を制していますが、これは牝馬限定の2歳重賞ですし、過去に男馬相手の好走歴がありません。キャプテンさん、ここは差が大きいということですか？まあ、とてつもなく大きく見えますけどね、その名声オペラと比べたらね。同族記念男馬相手じゃないですか、スピーディーキック。東京大賞典2着とかですからね、全く実績違いますよね。まあさすがにね、実績だけで見たらそれはスピーディーキックの方が名声オペラと比べちゃったらね、厳しいようには思いますよね、実績だけで言ったらね、はい、なるほど、厳しい。じゃあ次いきます。いやいや、まあ、データは所詮データですからね、メンバーレベルの問題もありますから、ね、今年のテプラリーステークスは僕は G3 だと思ってって言ってましたもんね、うん、だから G3 なら通用するっていう感じですね、っていう見立てですもんね、うん、はい、トライさんの見解、トライさんの見解はだからそういうことでしょ。そうですね、はい、はい、そうそう、そういうことですね。はい、来年のフェブラリーステークスよりもこっちの方が今年のレベルは低いよってことですよね、うん、なるほど。さあ続いていきます。シャールズスパイト、はい、いきましょう。こちらはですね、比較するのが2003年のジャパンカップダート制したフリートストリートダンサー、2100メートルの時ね、はい、キャプテンさん、こう思い出ありますか？あれ、フリートストリートダンサーってジャパンカップダートですよね、はい、そうそう、2100メートルのね、はい、これ勝ちも何でしたっけ、超不良ババア、アドマイアドンとあの花さ、フリードが勝ったんですよね。そうそうそう、すごいババで、あれ、それが良かったですよ。これもうグワーって言いましたよね。グワーって言った、はい、フリードストリートダンサーをハンカーやっとけよ。まだまだほら、ジャパンカップとかもまだ外国馬に、まだ外国馬も強いよなってまだ思ってたような時代で、そうですね、うん、この場に行けなかったんですよね。そうなんですよ、はいはいはい、そのフリードストリートダンサーは、はい、ジャパンカップダートの挑戦には前走で6着に敗れた影響もあって11番人気と伏兵扱いでした。重賞がでもなかったので仕方がない面もあったんですが、ただアメリカのダート G1 で3着の実績はあったんですよね。一方今回挑戦するシャールズスパイトはアメリカの芝 G1 勝ち馬です。あのブリーダーズカップでもマイルで2着に入るなど芝の実績では申し分ありません。今回のダート挑戦がどう出るか注目ですけれども、トライさんはどう考えますか？まあ、このチューンステッカンはね、日本でもダートしか走ってないぐらいなら、はい、まあ、たまにモズスーパープレイヤーもそっか、芝も走りますけど、うん、基本的にはダートなんですよね、うん、ただこの馬の調教師さんは盛んに、うん、芝の方がいいまで、うん、ダートも軽いダートならいいけど深いダートはどうかっていう、一貫して弱気でしたね、この馬場適性に対して。だこの馬に関してはまあ軽い馬場の方が、つまり芝の方がいいっていう見解ですよね、陣営はね。なんか東京が思いのほか深かったみたいなね、そのコメント言ってましたよね、なんかね、ダートが、まあ、深いの分かってたけど思いのほか対応して、はい、あ、対応がしてるって、それ、まあ、一応言ってるけど全然、うん、ダートダメだぐらいの感じでしか言ってない一応モテるって言ってるけどっていう話ですね。フリートの時もやっぱり軽い馬場になったのもったですよね。まあ、そうですね、そうか、スピードあるんね、アメリカのダートが、うん、あのシャールズスパイトはアメリカのダート G3 サルバトールマイルで3着に入っています。この時の勝ち馬が G3 3勝の名馬マインドコントロールで、2着のホットロッドチャーリーも G1 馬、この春から車台スタリオンステーションに来て種付けを行うということで、日本の関係者からの評価も高いということなんです。これらの馬に続く3着をどう見るかということになりますが、トライさん、いかがですか？3着ってもね、マイコドル G1 3勝か、1秒離されてますしね。まあただ今年は僕はだから G3 だと思ってるんで、これ武蔵野ステークスだと思って予想してるんで、まあそのぐらいなら全然力的にも足りる馬だと思ってるんでね。でも外枠欲しいなぐらいのことも言ってたんで、それまでうちは帰っちゃって、全部ダメなんですね。そう、全部ダメだからちょっとね、買えないですね。なるほど。何、割と人気なんですよね、もう6番人気とかだから、全然狙える6番人気で買いたくないなっていう、
感じしますけどね。結構重視している人は変えると思うんですけどね。むしろこれいいでしょって。なるほど。いろいろ取材して聞いてるものにとってはちょっとね、厳しいチャレンジかなっていう印象なんですよね。なるほど。そしてもう一つご覧ください。はい、こちらがですね、アメリカおよびカナダの競馬サイトエクイベースに掲載されていたチャールズ・スパイトのアメリカでの調教時計です。この馬はカナダ所属なんですが、カナダのシーズンオフはアメリカで調教を行っているということで、こちら5波論60秒少々の盲時計を連発しています。確かに盲時計ですね。これはトレさん、陣営の本気度が伝わってくる時計ですよ ね。フロリダでね、フロリダかな、調教してきたって言ってましたけど、本当にしてるんですね。バッチリやってきたからこっち来て何もやってないんですけど、でそれにしても何もやんなくていいのかなとも思うんですけどね。あ、何にも調教もやってないんですか。もうキャンターぐらいだけですね。あんまりこういうの見たことないですね。さらっとはねやるんですけど、はい、それすらやってないんです。じゃあ2月4日からやってないってことですか。2月4日あ、そうですね、そうですね。早起きでやってないんですよ。それで大丈夫なのかなっていうのは、1週間ちょっとか、だってこれ1週前多いですもんないですよね。2週前多いですね。2週多い、まあ、多いぐらいですね。うん、なるほど。キャプテンさん、ここまで聞いてチャールズ・スパイトどうですか。いや、もうますます買う気がなくなる。だって買い要素出てこないもん。そうそう、本当に一生懸命プレゼンしたのに買い要素がないんだもん。でもね、それは分かんないですけどね。まあ、受け取り方それぞれですね。そうですね、これ参考にしてもらえばいいです。天下もレーラーですからね。まあ、この時計もね、こうやって出してるわけですね。はい、はい、さあでは、ここまで踏まえてレース展開の予想にいきましょう。キャプテンさん、お願いします。あ、そうか、これさっぱり分からんな。ねえ、逃げ、まあジャスパー行くんすかね。まあ行くでしょ、仕事するでしょ、見せ場好きなのが仕事でしょっていうね。行きますかね、ジャスパーが。じゃあ行くとして、まあこれでもオーベルヌとか行けないと思うんだよな。ヘリオスの、ヘリオスでしょうね、やっぱりヘリオスが2番手につけてみたいになりますかね。そうですね。サウスなんだってそこそこ行きますよ絶対、ルメちゃん。そうですね、前回もまあまあ好意に行ってましたからね。行けますよね、こうなって。でターコイズもその後ろぐらいのつけたいですよ ね、うん、そうですね。でメモンポップはそれらを見るあたり の、はい、逃げ先行集団のすぐ後ろぐらいにつけるような形になりますよね。でドライスタートもうちょっと後ろになっちゃいますかね、似たような位置かもしれないし、まあ、取れればって感じですよね。で湘南なでしこもいますからね、トラちゃん、はい、それも前に行きますよね、まあ、確かにですね。まあこんな感じになるかもしれないですよね、こう並ぶ、はい、ですよね。こんな感じですよね。おそらくこんな感じですよね。まあ、オーベルのあたりがね、まあ、15年いるのかもしれないですけど、まあ、あと、モレイラなんでね、スタートさえ出ればいい、それなりに出していくんだろうなと思うしね。下手したら2番ですね。下手したら、ここですよね。1の外に。ああ、そうかもしれないですね。こう並ぶ可能性すらありますね、スタート出ればね。こうかもしれないですね。鬼の内パクが、まあそうなんですよね。できようともできる、そうなんですよ。何を思って先行するか、ここは勝つためにですよ。一発を狙うなら先行ではないような気もしますけどね。内パクさんが乗って勝った時は中段からですからね。なるほど、はい、行かないと思いますよ。行かないですか、はい、どうですか、はい、まあ こんな感じになる、こんな感じじゃないですか。そうですね、はい、こうなってドライスタートあたりがどうかっていう、まあこんな風になっちゃうとね、まあそれでも最後叩けますけどね、うん、このような感じじゃないでしょうか。ドライスタートはちょっとスタート次第ですね、はい、スタート良ければ戸崎さんですから、もうちょっと前につけれそうな感じしますけどね、はい、はい、ありがとうございます。さあでは、ウィニング競馬で発表した皆さんの予想がこちらです。はい、はい、大久保先生の本命がレモンポップ、はい、そして、ジャングルポケット斉藤さんの本命が剣心公、トレイさんの本命スピーディーキック、キャプテンさんの本命ドライスタウト、はい、とおります。ではまずはトレイさん本命スピーディーキックですね。まあ受け狙いです。受け狙いです。まあ
ね、レモンとドライにしたくないっていう感じで、はい、スピーディーキック可能性があると思うんでね、はい、前回の参考なスイッグから上がっていく足はちょっと痺れたものがあって、完全にこのままスプリンターってマイラーケットなんですよね。いい配合なんですけど、はい、配合自体は絶対的にマイラーなんで、それでも 2100m でね圧勝してきたんですから、メンバーレベルはそこまで大したことないかもしれないですけど、はい、相当能力あると思いますね、まあ、前回でちょっとそういうやっぱり変幻見せましたし、まあ華奢な馬でね、芝向きっぽい体つきで、あの深い砂のダートでね勝ってきてるんですから、まあ川崎とか深いですからね、芝の方がいいぐらいだし、ダービー強チャレンジトロフィーとかね、中山芝戦六とか合いそうな感じなんですけど、ね、なるほど、うん、まあこれを G3 だと思えば、はい、まあハードル結構そんな厳しいもんじゃないかなと思いますね。東京のダートの方がこの馬にとってはいいと思いますし、まあ、初めてでどんだけのパフォーマンスできるか分かんないですけど、まあ三上の時もいろんな媒体見るとすごく弱気っぽいですけど、はい、まあ、彼はこのフェブラリーステークス何回も賛成してるから、はい、うん、フェブラリーステークスの資金の高さも分かってるんですよね、はい、でも一つ落としてなかった。今年のレベルの低さは彼は知らないって分かってる。今頃気づいてるかもしれない今までのカメファラオとかね、あの辺のレースはさすがにまあ、ね、スピード的に厳しいだろうっていうのはあるんですけど、そうしたらね、やるとやれるんじゃないかと僕は思ってるんですよね。スピーディーキックは結構盛り上がってますよね、でも、うん、まあ、買いたい人結構見受けられますね。まあ、ですよね、うん、可能性あると思うんでね、うん、実績的にはね G3 ぐらいの感じですからね、トツガキにもロジータキにもそこまでのね直結するようなレースじゃないんで、なるほど、うんうんうん、印はどんな感じでしょうか。あ、印、はい、恥ずかしいから見たくないですけどね印、はい、夢を、まあ、心情的にレモンポップですけどね。だから僕はね、キャプちゃんが否定したソリソサンダーを買いたいですね、はい、お、うん、今日すが勝っちゃいましたけど重賞ね、素晴らしいですね、うん、馬的にも適性あると思いますし、武蔵野ステークスなら、うん、勝てる、まだ8歳でも勝てるんじゃないかなと思います、ね、なるほど、それしかちょっと知らない心の本命、まあ、心の本命で、これが馬券の本命かもしれないですね、まあ、計算馬券ですね、741で、それもあるんですよ。ありがとうございますキャプテンにご自身です、はい、ありがとうございます、はい、そしてキャプテンさん、ウィニングエヴァの本命はドライスタウト、はい、またまあドライスタウトですね、まあ、美香様にね、取材協力してもらいましたし、はい、タンポクで頑張る馬券を買いますが、まあやっぱり、まあこれはもうくだらない人間ですよ、私はいやいや、その勝利至上主義じゃん、いや、まあそうですね、まあ、ドライスタウトとレモンポップにどう検討してもなりましたね、僕は、はい、また正しいでしょ、それが。そうでしょ、結果的にもそうなんじゃないですか、まあ、レモンポップはやっぱり、まあ、よもやのね疲れとか、うん、なんか激流にね、まあ、飲み込まれ、うん、ちょっと何だったら流星騎手が随分強気に乗っちゃったりしたとかね、うんはいはい、そういうことで、まあ、なんか負けることあるかもしれないですけど、うんまあ、やっぱ崩れないでしょうこのメンバーで、うん、と思うんですけどね、まあ、もうやっぱりちょっとピークは過ぎたように見える馬がちょっと足りないでしょっていう馬しかいないと、いないんですよやっぱり、まあ、今全盛期のレモンポップと、まあ、これからさらに強くなりそうなドライスタウトで、どっちとかつったら、まあ、人気がない方のドライスタウト、やっぱ前走なんかもう立ったようなもんですからね、もう勝ちに等しい競馬だったと思いますので、はい、やっぱりこんな2頭になっちゃう、で相手もう一頭何か探すしかないなってなったんですけど、うん、まあ関風しかいなかったんですよね結局言い方自分が買えるのいいじゃないですか、言い方でもじゃあ買うなよっていうねこれだけ当てにならない馬をほら、まあ、黒三角って辛いじゃないですか、でもそうですね、はい、で一層ごとに構想してるからいいじゃないですか、まあね、今回3着も交互にしてる、ユニコーンステークスとかね、うん、スバルステークスぐらい走れば、うん、このレモンポップとドライスタウト以外の馬には、うん、先着したっておかしくないでしょっていう、うん、そういう感じですかね、うん、ユニコーンだってペーシャーエースに負けましたけど、ペーシャーエース G1 で活躍してますからね、まあそうそうですね、うん、だから、まあなんかすごい村掛けの馬みたいなんですけど、うん、明日は気分よくレミちゃんにエスコートしてもらえたらなと思いますね、うん、はい、武蔵野ステークスは順位に乗って、そう、武蔵野ステークスはもう、うん、もういいんです
昔のステークスも素晴らしいステークスもこれちょっともう謎でしょ、これは。謎ですね。だから、ね、能力出し切ってるのがレースじゃないですか。まあまあ、そうなんだ。ここが負けたらいいんですよっていう。はい、やっぱスバルスイクスでそんなないところ来てるんですからね。そうなんですよ、うん、さあでは、気になる馬からいきたいと思いますが、はい、まあレモンポップはもう大体聞きました。まあレモンポップはね、まあ、距離とかいろいろ言われてますけど、まあ距離もそうだし、あと具合とかもありますけどね。どうなんですか、まあ、見た目は全然悪くないですからね、はい、見た目悪かったらそれ出てこないと思いますし、見た目全然またやけん下痢もないですし、すごく落ち着きあるし、むしろ休み明け使って心配機能高まってんじゃないですか、前回いいんじゃないですかって感じですね。でも最初のステークスの時も感覚が詰まってたんで、はい、それでもね好勝負持ち込んだんですから、はい、まあそれ2回目ですね、感覚が詰まったレース、まあ大丈夫でしょうっていう中2周、まあそれよりも天乗りの方が心配かもしれないですね。まあ天乗りがちょっと心配ですよね、やっぱり。イスススによると坂井隆成騎手のこの馬に合うっていうね、言ってる人もいるんです。それは一説っていうか、あなたが言ってる。僕が言ってる。なんか坂井騎手がっちり乗ったらもっとゴーンってなりそうな、ね、気もするんですよね。丁寧に戸崎騎手の乗ってたんで、先を見据えてるみたいな感じだったから。足の使いどころ難しいタイプだったりしないんですか、大丈夫ですか。まあなんともないですけど、でもこのままね、配合的にはね、スタミナのチームちゃんとあってね、戦6戦8も OK だと思うんですよね、経験が専用の方が多いだけで、全然大丈夫と思うんですけどね。まあこれ東京での圧倒的な実績がね、この8戦7勝2着1回ですからね、ちょっと、まあ、どうしようも、まあ、相手入れないわけにいかなくなっちゃいますよね。まあ G2、ね、G1でも使ってないわけですからね。まあそうですね、結局は G3 までですけどね、フェイムサースタンとかソリスタンとか他の前に比べると、やっぱり戦ってきたメンバー弱かったっていう。まあそれはあるんですよね、はい、やっぱサウスダンとかは去年のメジャーカバーでしょ、はい、確かにね、ソリストだって4着ですけど、一度に考えたらもうフェイムサースタンと同じような内容ですからね、まあ、意外とモルソを見せる可能性も、ありますね。やっぱ G1 の厳しい流れ、ちょっともう一つでしたねみたいなコメントが出てくるかもしれないですね、レースが。ああ、なるほど、さあ、もう一頭、ドライスタートを聞いておきます、まあ、ドライスタートはどうですか、これは。こっちの方が配合的には全然スプリンター寄りなんでね、はい、こっちの方が僕、戦力どうなのかと思いますけどね、前回最後すごい足伸びてるんじゃないかって言いますけど、あんだけどっち何もできないんですよ、まあ、それは伸びるよ、足が溜まってたんで、案外こっちの方がスタミナどうなのかなと思いますね。足に気良かったらいいんですけど、パサパサのダートの戦力っていうのはこの馬って未知数だと思いますからね、そうなると経験値の高さでレモンポップも上なんじゃないかなって思うんですけどね、ちょっと揉み込まれそうで嫌なところですよね、枠も嫌ですしね、下野ステークス強かったですけど大外枠でしたんでね。まあそうなんですよね、まあ、まあ、つける付き合いますよね、やっぱり、両方ともね。まあ、戸崎氏は本当に一流なんで、分かった、会いたりするんでね。なるほど。G1 でもありました、ビクトリアマイルで、千人の馬に乗って、あそのままかかって、調子も良くないっていう情報だったのに、あっさり勝っちゃった付き合いなんで。なるほど。素晴らしい、やっぱりそういう引きの強さもあるんで、勝っちゃうかもしれないですけどね。さあ、ではコメント、レッドルゼル、いかがでしょうか、コメント来ています。本命しようかと迷ったんですけどね。ああ、そうっすか。去年だって位置取りの差ですからね、ほとんど隊列通りにそのままゴールしちゃっただけで、はい、力負けじゃなくてね、決闘もこのまま全然戦力大丈夫だし、はい、貿易見ても伸びやかな走りで全然距離あった方がいいでしょ、本質的にはね。ただ1000人中心使ってたんでそういう馬になっちゃってますけど、外枠引けたのもまあ悪くないと思いますし、ひょっとしたら全然足りちゃうかもしれないですよね。そうですね、まあ、今回販路使ってないんですもんね、そうですね、そういう調整してきてるって言いますし、全然足りちゃうかもしれないですね。まあそうっすよね、まあ怖いとですよね、やっぱ人気だもんな、でも、そして今3番人気の名勝ハリオいかがでしょうか、ハリオ来てます。中距離でもちょっと置かれ気味の前半なんでね、スパスタートの戦力でいい位置は取れないですからね。まあそうですよね、追い込み1点になっちゃいますもんね。そこまでの瞬発力どうなんですか、
3番人気じゃちょっと買いたくないですかね。ないですね。っていうタイプですよね。さあ、では、スピーディーキック、TM サウスダンがやりそうという声もありますが、いかがでしょうか。メイク師ですからね。恐ろしい男ですからね。恐ろしいですから。恐ろしい男なんですよ。改めて。はい。まあ先週のファントムチームもそうですけど、はい、なんていうんですかね、きっちり勝負になる位置を取りに行こうっていう。ね、うん、で人から譲り受けたっていうかね、うん、馬手放した馬で勝たしちゃうっていう。まあそうですね。はい。すごいな。まあ、ただそんな上昇度がないと思うんですよね、テイムサースダンね、この中間見ても。ね、この馬こそ1004でしょ。そうですね。フェブラリー、去年はやっぱ、馬場不良か馬場、はい、軽くなったことが。軽くなって、はい、で、岩田康成逃げたっていうね。鬼騎乗ですよね。あれは鬼騎乗なんで、はい、まあ、ちょっとね、うん、まあ、ただ人気はそんなにないので、7万人ぐらいでしたっけ。ですけどね、パサパサだと1006で。7万人気。で、ちょっとなんか前席っぽくもないなっていう、うん、ないですね、もうちょっと落ち気味は間違いないと思います、ね、はい、だからちょっと条件がまあいろいろと向かないですよね、うん、はい、なるほど。さあ、赤風人気なさすぎの声ありますが、いやー、これはだっていつ走るか誰にも分かりませんからね、これはそうですね、交互だから交互来てもおかしくないですから、ね、まあそうですね、コース実績道はありますし、はい、うん、怖いですね、2、3着なら全然怖いです、まあ、ありえないことはないですよね、うん、武蔵野ステークスですか、ここはな、まあ、G3 ですか、だから意外と東京のダートはね、今日差し切ってたんですよ、割と、うん、まあそういう、うん、そういう意味でも、まあ、一応わずかなチャンスあるかもしれないですね、うん、はい、さあ、そして竹豊騎手騎乗ヘリオス、いかがでしょうか。これも戦線用の馬ですよね、やっぱり日本上司っていうか、1004が本当にベストの馬ですよね。でプラスやはりこのちょっとピークはどうなんだっていう、うん、若干過ぎましたよね、やっぱりね、感じもちょっとしますよね、エリス X も負けすぎでしょうっていうところはありますし、まあ、ナンバーハイもよく頑張りましたけど、まあ、逃げたからな、これは逃げて不良顔で逃げたっていうね、テームサウスダンのね、そのフェブラリー、去年のフェブラリーと同じですよね、うん、厳しい。そして、斉藤さん本命の献身校はいかがですか。もっと厳しいね。いや、僕これは僕も最初考えたんですよ。いやいや、本当そう。前回でも買いかけたし。そう。そうですよね。まあ気持ちは悪いですよね。気持ちは悪いですね。そういう馬でしたね、ずっと。ただそれも低レベルっていうかオープン競争での話でね。まあ外枠欲しかったしね。そうなんですよ。バッシュロ騎手は内枠欲しいって言ってたんですよね、うん、それもなんかね、ケンシンコのことあまり知らない可能性があるっていう、まあでも知られざるケンシンコが現れるかもしれないですけど、まあね、引き出しちゃうかもしれないです、まあ、ちょっとこうやって計算馬券だしね、うん、7434733、いやそこそう、それもあるから、いや今日に限らずですけど、まあ、特に今日バッシュロ騎手なんかね、見てたら怖いっすよ。やる気満々っていうね。もう全部鬼騎乗。でしょ？全部鬼騎乗なんだもん。いや、あれすごいっすよ。そうですね。G1 だし。そう、遅いと見たら前に行って、うん、そして持たせるってね。すごかった。タチュートもそうだったし、シーフル選手の。今日だってレクセランスだって、ギリギリまで我慢して、四五着来てますからね、あれ。うん、フリージア賞とかでしたっけ？途中から動いて。ああ、そうですね。7番の馬ね。7番の馬ね。はい、3着の。すごい、あの辺考えてもやっぱ怖いは怖いですよね、怖い怖いですね、はい、あとはあの K.I. ターコイズ大外がいいんじゃないかという声も来てますね、いかがですか。 K.I. ターコイズも1004ぐらいで実績積み重ねてきたから、ね、でこれよりはレッドルゼンも全然強いでしょってい う, うん、まあ確かなことだと思うんですよね、同じ7歳でも。なんだかよくわからないけど、うっかり番手取れて異常なスローペースみたいな、そういうことがあると、まあそれでもこの決闘でも緊張する奇跡で、やっぱ戦力はこのまま長いと思うんですけどね。まあ東京はすごく得意なのでね、はい、そこはちょっと怖いですよね。あとは、福永騎手ですね、最後の騎乗となりますけれども、オーベルニュー。
まあ、この東京戦力への適性が問題ですからね、このまま、ね、前世紀の力が落ちたか落ちないのかとかいうよりも、いろんな意味で買い材料ないですけど、状態も問題あるし、ね、適性も問題あるし、僕はチャンピオンズカップはもっと僕褒めだったんですけど、うん、ここはやっぱりちょっと落ちたのかな、残念な感じでしたね、はい、全然もっと来れてもよかった、覇気がもうなくなってそうなんですよ、はい、ちょっと買い材料はなかなかないですね、今のキャプチャーみたいな感じですよ、なんかね顔面そう、あ、でも顔色良くなったな、最終が当たりましたワイドで、そう、ワイドで戻った、はい、なんとか心大商店内が出るなっていうそういう状況なんで、はい、さあ、ソリストさんと先ほど少しやりましたけど、うん、コメントでも来てますね、キャプチャーが嫌だって言うんで、まあやっぱり僕はピークも過ぎてるんだろうなっていうふうにもちょっと思いますし、ちょっとケイティ・ブレイブだとかね、そういう馬と比べるのは違うんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあね、流れに乗れて、うん、この休養がすごくいい方に、そうそうそう、はい、その可能性もあるんですね、変わるのであれば、うん、それは絶対ないなんてことはないですよね、そら、うん、はい、なるほど、運気でいいんですけどね、うん、いいんですけどね、状態良さそうなんですけどね、まあ、いいけど根本的に能力、うん、あの落ちてるって可能性はありますけど、ね、それはあるでしょ、うん、だったら柏記念でこれ幕下湘南なでしこっていう線もあるんですね、まあその湘南なでしこがねマイルいいですからね、久々のそのマイルでいい、うんうん、実は、うん、スピードキックを買ってる場合じゃないっていう、こっちは G アンバですからね、まあそうですね、だからでも逃げてほしいですよね、湘南なでしこ買うんだったら、実際そうでしょうね、はい、一本上司は一本上司なんでね、うん、でそういう形はなかなか持ち込めないと思うしねっていう、厳しいと思うんですけどね、まあ、まあ、でも絶対なくはないですよね、うん、そうですね、はい、うん、あとは、ダートの内パクさん、アドマイアルプスいかがでしょうか、やっぱりちょっとアルテケステークスでは勝ちましたけど、やっぱり低いですよね、やっぱりこのちょっとレベル高くなってきて、うん、精細格競馬っていうか自分の形も仕込めないですし、うん、で馬自身も上がり目もうないですしね、厳しいですよね、やっぱり G3 重賞級レベルには達してないなって感じですね、まあブリンカーがねどれぐらい効果あるのかね、まあ、まあこれは苦肉の策っていうやつで、まあ、なるほど、うん、大体この G1 とかでハトブリンカーとかダメですもんね、そうなんかねG1 ブリンカーつけて G1 出走して放送する馬はほぼいないんで、なるほど、ほぼいないんで、そうなんですね、いや困ったなぁ、そうなると本当にもう大体聞きましたよ、これ で、ね、ほぼ、いやどうしよう、これは困ったなぁ、そんな困った、キャプテンさんに、はいはい、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、はい、あ、困った時の、困った時の、ちょっとこれは、ちゃんと注目します、ありがとうございます、はい、では、チョイタスキーワード、こちらです、はい、はい、根岸マイル勝利は 100%、 7歳以上は 0%、 そして500キロオーバー、うん、でゴールデンコンビに注目、この4つです、詳しく聞きたいですね、はい、まず根岸マイル勝利は 100% ですが、ここ7年で計8頭が馬券に絡んでいる根岸ステークス組に注目してみますと、勝ち馬でかつ東京ダートのマイルコースで勝利経験がある馬が、過去10年でモーニン、ノンコの夢、モザースコットと3頭いたんですが、なんと3頭ともフェブラリーステークスを制しています、うん、今年は勝ち馬レモンポップ条件を満たしているので良さそうです、良さそうですね、うん、まあ、有力馬はどんどん回避していって、ね、運がありますよ ね、 そうですね、まあ、あとはだから本当にさっきトライさんもおっしゃってましたけど点取りですね、はい、そこだけですよね、ジョッキー自身はねもう G1 を制して、まあ、今、ね、若手ナンバーワンっていいジョッキーなんで、あのそれ自体は不安はないんですが、天のりは別にプラスってことは絶対ないんでね、天のりの事案っていうのもなかなか、まあそうですね、なかなか難しいです、はい、はい、続いて7歳以上は 0% ですが、7歳以上の高齢馬は2着や3着はあるものの、勝ち馬は G1 昇格後の25年間1頭も出ていません、うんうんうん、
まあだから勝つ、僕はほら勝つ馬を本命にしようって考えるので7歳以上買えませんが、この配信で言ったら別にそんなにこだわらなくてもいいかもしれないですね。あ、2着3着はあるんで。なるほど。 でもまあちょっと割引たいっすよね、やっぱり、ね、ジャスパープリンス、オーベルニュ、ストリストサンダー、ヘリオス、レッドロゼル、ケイア対抗戦あたりは割引かな、やっぱり、はいはい、なるほど。ちなみに牝馬も G1 になってから過去26回で1頭も勝ち馬出ておりません、うん、2着も1回、3着も3回と G1 の中では牝馬が苦戦しているレースとなっております、うん、まあ、ここ10年でもソダシの3着1回のみということで、まあ湘南の出し事をスピーディーキックには若干厳しいと、うん、はいはい、さあ続いて500キロオーバーですが、過去10年で馬券圏内に入った馬をチェックしますと、500キロオーバーの馬が非常に強く8勝2着7回3着8回と好成績を収めています、うん、このデータを紹介したのは今回歴史上初めての挑戦となる外国馬シャールズスパイトの、主査が重要だと思ったからで、うん、シャールズスパイトの調教後の馬体重が474キロだったということなんです、うん、まあ我々はそれがなくても切ってますけどその情報がなかったとしてもシャールズは切ってると思います。うん、そう、なんか今言いながらもう切ってたなって思いながら言いました、はいでは続いて最後のゴールデンコンビに注目ですが、そのコンビというのが戸崎騎手と、牧浦厩舎なんです。2021年以降のこのコンビのダートでの成績が3勝2着2回3着2回、うん、着外わずか1回という鬼のような結果を残しているんです。ゴールデンコンビで参戦するドライスタウトは構想必至という感じでございます。はい、まあ、馬体重も年齢もクリアしていますからレモンポップ同様、まあね、やっぱこの2頭は良さげな、データ上も良さげなんですね。はい、はい、そうなんです。なので信じるか信じないかどれにするかはなったちだい、細かいことは気にしない。あって邪魔で見て 0.1 秒見れなかった。あ、見れなかったっすか。大事な場面が。予想の参考にしてみてください。はい、僕に言ってないんですか。ありがとうございます。キャプテン言ってんすよ。はい、じゃあヨネさん、はい、ヨネさん予想です。まあこれはね、トラちゃん、はい、もう一番嫌な馬が来た時、一番嫌な馬が来るような気もするんですよ。なるほどね。まあ、嫌な、そういうのよくあります。まあよくあるので、もう名称ハリオで失神とか、はい、まあいかにもね、うん、いやーでもこれちょっとなー、まあさ、まあ、カーンちゃんかオーカーですよね。ここ1着3着ひっくり返して、ね、どっちか3着っていう、うん、まあ、そんなんしかないですよね、うん、現実的な100倍以上の馬券。そうなんですよ、うん、あんまりつかないでしょ、いいですね、4と7が来るとね、うん、ちょっと一応見ていきましょうか、うん、ちょっとオッズを確認させてもらいます。はい、オッズ確認してください。ポップが G1 の流れでどうのこうのっていうのは本当にありそうなんですけどね、確かに。あ、確かにカンちゃんでも例えばハリオとかレッドロゼルとかだともう100倍いかないですよね。厳しいな、そう考えると。ついにカンペで私のなんかダブルピンとかカンペでついに出るようになって、石風しかいないよね。うん、でも関風はもう買ってるんですよね、人気馬で、うん、同じでもいいんじゃないですか、たまには。なんか それはなんか私がただ辛いだけですよね。それもう買ってるもん、もうここで当たる確率が増えないわけですからね。そうね、儲ける可能性、まあね、ダブルで自信があると。いやこれはあれですね、赤風以外で怖いと思ってるのは謙信公。まあ謙信公はちょっと怖いですね、うん、言っても、うん、でも謙信公例えばね、まあカンちゃんだったらいいですけど、うん、まあ3着でもいいじゃん。437で170倍っていうね、うんうん、そんなバカなって思いません？そう、謙信公そんな人気だったらちょっと買えないよっていう、うん、だってこれ謙信公3着だったら100倍つかないんですよ、多分、うん、下手したら。そうか、うん、もうみんな47から買ってんすよ、だから、うん、それはそうだ。473で96倍743で104倍なんですよ、うん、これは困りましたね、
ノンポップが案外だったと、どっちかにね、うん、だとしても全然どれが来るかわからないんで、ね、そうね、それでね、早くしてほしい。もうネタつきてきた、ネタつきてきたから、ね、見たことない格好してるこんなことだったら考えてるふりだけで考えてないですから思考停止してるんですね。たまりますよ、ね、マリオはきついっすよね。そりゃきついでしょう。でこの脳をね、ここにそう見る限り往年の力ないんじゃないですかっていうね、若干ね、テオペンズに勝ったにちょっとテオシャってちょっと他の馬たちがうまく走れなくなった、うん、まあね、ラッキーパンチの G1 急騰だけですしね。これと原進行になっちゃいますよ。もう原進行、計算馬券ですか。計算馬券、ここで、うん、炎の本当にうちが良かったんだみたいなね。まあね、バシュロすげえみたいなね。バシュロの今日のあのやる気とかを見ちゃうとね異常なやる気じゃないですか、もういや、みんなやる気あると思いますけど、なんかやってくれそうな気がしますよね、見てるとね。そう、うん、なんか託したくなるじゃないですか。そうですね、何かやろうとしてるから、はいはい、で斉藤も絶好調だし、うん、で淡風で勝ってます。ジャンプさん、斉藤は淡風でしたね。淡風も勝ってます。単勝、単勝、淡風でしたっけ。健進行じゃ2、3着で買いますか。いや、もう健進行で1点しか買えないです。ああ、そっか、3着じゃダメなのか。そう、ダメなんです。カンチャンなんですね、はい、いや、カンチャンでも1点しか買えないですよ、うん、まあそれしょうがないですね。一点も無理じゃ、無理じゃないですか、そんなの。天才なら一点でも当たりでしょ。いや、謙信公三着か。まあ名勝ハリを物差しにしたって別に買えますからね、謙信公。マーチステークスなんかは。そうですね。なんだろう。ネギシで一発。はい。その短いとこ使ったことがね。うん、生きてくるみたいな。でもこれもう人気沸騰してるの、まあ、でもどこから買ってもつかないですからね。そうなんですよ、結局4-7、うん、でなんかじゃあレモンポップ外してっていう馬券ももう全くわけが分かんないわけじゃないですか。謙信公、つらいっすよね。でも3着2着ならいいんじゃないですか。これ例えばアドマイヤルプスとかでも大切かないですかね、多分。そうなんだ。今ちょっと見てみますけど、それはつくんじゃない。300倍程度ですよ。あ、まあね、でもだいぶつきます。いや、アドマイヤルプス来て300倍はつらいでしょう。アドマイヤルプス300倍来てくれなら300倍でもいいですけど、当たるならまあね、当たるならいいですけど。いや、謙信公に行ってはいけない気もするんだよな。そういう馬ばっかりじゃないですか、他。確かにね、うん、まあそうか。渋ってる、渋ってる。鬼の馬車郎、鬼の馬車郎。もう馬で買えないから人で買うっていうね。なるほどね、うん、馬は最終レースだってそうじゃないですか。まあそうですね、最終も僕も馬車郎とオレイラで買っただけだからね、もう。見せてくれますか、はい、うん、だからそれにしたってどっちか選ばなきゃいけないんですよ。473か743か。そうですね、それはもう自分のサイクで普通にロジックでもいいんじゃないですか。まあ戸崎さん信じますか。まあ戸崎さん一応取った形ですから、ドライスタート、うん、まあそうですね、うん、ドライスタートとレモンポップの比較で、うん、ドライスタート取ったという形ですもんね、うんうん、そうです、選択権多分彼にはあるんですから、ね、なるほど、うん、その戸崎さんを信じるしかないんですね、うん、あ、本当揉み込まれないですか、大丈夫ですか。異常、もう、あ、だんな、え、どういうことっていう。後ろから横から前からそれだったらレモンポップで強気の先行で結ぶとか、ね、それってあるかもしれないじゃないですか。それ言っちゃって、まあ、そうですね、うん、まあでもしょうがないな、これはもうそうやって買うしかないもんな。もうこれは辛いものがあるなぁ。こっちも辛くなってきたんで。まあ、これでいくしかないですね。あ、歌って聞きたいんだ。最初に言ってたやつになった。そう、女の3になります、うん、すごい野草じゃん、うん、
いや、こんな3連単1点で当たるわけないじゃないですか。そう、辛いですよね、それは。当たるときは当たるんじゃないですか、ね。そうですか。まあ、どうしても他に買いたい馬がいないので、これになりますね。うん、はい、一番心配してるのは、うん、一番心配して4、3、7になっちゃうっていうね。まあ、半ちゃんに入っちゃったよ、みたいな。半ちゃん。頑張った方が良かったみたいなね。それだけは怖い。外れるよりも それが怖い。僕はそれはないと思いますよ。だってネギスステークスでもう天津港とでも僕は走ってますから。あ、そうですね、はい、1秒離されてますからね。はい、1秒差ありますから、ね、はい、多分、はい、流星が下手打たないですよ。誰も何とも言えませんよ。もう流星下手しなくてもバシルがまあね、力場に今で持ってくんなよお前。そうなったらしょうがない。そうですね、それ僕買っときますか、500円ぐらい。はい、はい、私はこれでいきます。はい、サトラさん、この回目いかがですか。いや、もうこれしかない。まあ、クリクロさん、もうこれしかないですもんね、はい、100万ってなったら。はい、もう一つしか選択肢なかったの、うん、1時間かけてそうたどり着いたって感じですね。そう、まあ、石風を買ってる以上はこれしかないですね、うん、はい、うん、だからこれじゃなければ石風になるんで、ここが、うん、まあ、いいでしょう。いやー、でも4127とかね、724とかね、うん、そういう手もありますけどね。まあ、もちろんそうですよ。カンちゃん、うん、石風カンちゃん、石風のカンちゃん、うん、なんかもうデムロの、うん、あー、その手もあるなー。買いでもいいです。買います。買いでもいいです。でもなー、石風僕買っといてなんですけど、うん、全然強いと思ってないんですよ。なんなんですか。でも謙信公は嘘だよな、トラちゃん。どうなんですか、謙信公嘘じゃないんですか。てか僕全部嘘だと思ってて、もう4番も7番も本当は買いたくないんですよ。まあまあそうですよね。 G1 番になっちゃいけない現状で馬だと思ってるんで、僕は、うん、まあ G3 だと思ってるから別にいいんですけど、うん、僕全部嘘だと思ってるんで、はい、全てが嘘ですか。はい、スピードキックがいいなっていうね、だったっていうね。まあ、石風って、あの、戸崎さんも乗ってたんですね、昔ね。うん、まあ、素質っていうかね、買われてたと思うんですよね。戸崎さんも買ってました、あと素質。それはちょっと覚えないですけどね。ただ、マックスの力はまあまあのもあるんじゃないですか、それなりの。うん、ありますよ。まあ、一応、ビッグアウトの下だった。石風の母ちゃんにするか。あれ、謙信公はね、なんかやっぱどう考えたってこの枠嫌でしょ。ちょっとよくわかんないですけどね、このちょっとね、構想パターンとかもよくわからないし、気象がちょっともうおかしいんで。顔もすごくユニークな馬だし、まあそうすね、性格もすごくユニークな馬なんで、ちょっと僕みたいな凡人には把握できないですね。把握のしようがない、はい。ただ田辺騎手で天才と合うんですよね、これね。そうですよね、うん、まあ、バシュロとも合いそうだけどな。そうですね、合いそうですけどね。そうなんですよね。いや、ちょっと待ってください。ただこのままね、調子でよくいいか悪いかよくわかんないし、はい、まあ、キャプチャー今なんか電話かかってこれはなんかフリーダイヤルがあるんですけど、どんどんもない電話なら大丈夫です。どっちですか、謙信公と石風とどっちもやですか。いや、それ石風だと思うんですけどね。そうですか、うん、かんちゃん石風は旬じゃないですか、4歳まで、うん、当てにしづらいのはしょうがないですよ。なるほどね、まあ、かんちゃんで攻めますか、じゃあ、うんうん、お、変えましたね。お、変えた。かんちゃんにしときます。はい、まあ、こっちですよね。こっちです、そりゃそうです、はい。だから、レモンポップなり、ドライスタウトなりがね、なんか、本当に振り受けて、はい、はい、可能性はありますか。ありました、ありました、はい。そして、無欲の石風が、外から突っ込んできて、2着まで来ちゃうという、そのパターンでいきます。はい、はい、やりました。うん、いい。危なかった、危なかった、危なかった。謙信公に行くとこだったよ。一生後悔しますよ、多分。まあそうっすね、うん、
一緒だった。バショロが大好きなんですよ私。それは、はい、伝わりました。それは自分で500円ぐらい買ってきたんですよ。はい、そうします、はい、皆さんもぜひキャプテンさんの予想を参考にしてみてください。あ、分かった、はい。さあ、そろそろお時間も迫ってきたということで、はい、こちらもお久しぶりになりますが、はい、100万円的中できるように応援ソングを歌わせていただきたいと思いますが、はい、リクエストこのように届いております。はい、あ、これはもう一曲も知らないですね。びっくりすることに。嘘。はい。嘘。決まってるじゃないですか。まあ、なんとなく決まってますけども。知らないでしょ。うん。なんですかね。じゃあ、はい、キラキラで。キラキラで。行かせていただきます。はい、どうぞね。はい。はい。長いんですよね。ちょっとテンポアップして。テンポアップして。歌いますね。はい。はい。行きまーす。行きまーす。はい。羽が生えたことも深爪したことも、シルバリングが黒くなったこと、帰ってきたら話すね。その前にこの世がなくなっちゃってたら、風になってでもあなた応援ソングの使い方が本当に待ってるよっていう、あ、待ってるよっていう、待ってるよっていう歌です。我々も気持ちよかったですけど、一番気持ちよかったのは森ちゃんですよ。そうなんですよ。そう、幸せそうでしたね。声がよく出てました。歌いたそうだったもんな。よく声が出てよかったです。覚醒してきたって感じしますね。この番組出ることによって。なるほどね。これで覚醒しました。人間としての覚醒がね。次回もこの動画のアーカイブのコメント欄に記載していただければ、はい、この中限り取り上げさせていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それではブラディステークスの予想をしてましたけども、トライさんいかがでしたか。いや、もう感動ですね。そうですね。ギリギリ間に合いましたね。間に合いましたよね。先々週も遅刻そうになってギリギリ間に合ったんですよ。はい、ギリギリ間に合った。本当に紙一重で来てる。これは追いつけましたね。これなんか逆に当たりそうな気もしますね、はい、これはね。はい、じゃないんですよ。キャプテンさんいかがでしたか。まあちょっとね、これは非常に難解でした。もうこのリト以外は当てもんみたいな感じなんで、はい、はい、まあウィニング競馬の予想との矛盾もなかなかなので、うん、まあいいかなと思ってます、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあここでお知らせです。3月3日金曜日からこちら、配信特番競馬女子会がアップされることが決定しました。はい、こちらはですね、以前配信して大好評だった美魔女に続く第2弾なんですが、競馬好きのアイドル、声優、グラビアタレント、そしてアナウンサーが一堂に会し競馬を語り尽くします。必見 VTR、 そして私の北海道体当たり取材など、で激レア取材などここでしか見られない内容になっておりますので、はい、ぜひご覧ください。詳しくは改めて告知させていただきますので、この YouTube テレビ東京競馬チャンネルなどぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、森さんファンの方々も必見ですよね。いや、もうはい、体当たりロケでした。体当たりロケでした。ちょっと体当たりしました。はい、ぜひご覧ください。ということで、次回は高松宮記念まで一旦お休みの予定ですが、どこかで急に実施する可能性もありますので、はい、その場合はウイニング競馬で告知させていただきますので、毎週土曜日午後3時からのウイニング競馬を必ずチェックをよろしくお願いいたします。はい、ちょっと熱が入りすぎました。必ずっていうか、来週のウィニング競馬は再び中山からお送りします。この開催で東京と中山を間違えて途中で行ってしまったというキャプテンさん、来週から中山ですよ。やっぱあれからちょっと怖くなりましたよ。京王線乗ってても怖かったですもん。バチバチって、はい、気をつけます。はい、さあ、そしてウィニング競馬の前、午後2時15分頃からフライング競馬、放送直後の午後4時過ぎからはウィニング競馬延長戦と、こちらのテレビ東京競馬チャンネルで配信しますので、そちらもよろしくお願いします。はい、ということで次回もお見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。さようなら。